ヤッホー。次の配信役も入れとこう。次は3時33分。ただいま。やっほー。皆さん、カウントお星様よろしくお願いします。今日はこの時間はドラフト生の紹介じゃん。おーエラーになった。ショーハートありがとう。伊勢だるまありがとうございます。ですね、この時間はですね、 STU のメンバー紹介をずっとこのショールームイベント期間中ずっとやってきたんですけど、メンバー紹介をそれに付け加えてドラフト生のSTU のね、ドラフト生の1期生さんのメンバー紹介も全て終わったので、ドラフト生のねメンバー紹介をこの時間はしていこうと思います。つだちゃんだるまありがとう。でもメール今日さ、まだ1通しか送って2通しか送ってないの。まだ多分2通目届いてないけど、そのメールの写真撮っていい？オッケー。ちょっと今からメール送るね。よくわかったね、リップツルツルにしたの。虹色のだるまかわいい、ありがとう。虹花束ありがとう。来年もドラフトあるのかな、どうなんだろうね。でも2年おきぐらいにある気がする。どうだっけ、そんな感じだよね。でもドラフト合宿はしんどいよ。普通のオーディションで入った方がいいと思う。ドラフトはね、確かになんかなんて言うんだろう、そのグループに入る前にそのグループとかの厳しさを知れるし、その前に AKB さんの講師の方のレッスンを受けることができるし、すごい貴重なオーディションだとは思うけど、あんまりなんて言うんだろう、めちゃめちゃやりたいっていう覚悟がない限り辞退しちゃうから、みんなそんなにまだどうしようかなぐらいだったら普通のオーディションで応募した方がいいと思う。めちゃめちゃやりたいっていう思い、強い思いがある子は辛い合宿も乗り越えることができるけど、そういう思いがあんまりなかったらみんな頑張れないから、多分、強い思いのある人がやった方がいいかなって思います、ドラフトはね。辞退しちゃったらさ、ちょっとやっぱもったいないしさ、一回辞退しちゃうとさ、それがしんどくって、しんどくって辞退しちゃうと次オーディション受けようってなった時に、あの子ドラフトで辞退しちゃったからなってなっちゃうのももったいないからね。根性鍛えられるよ。人生の中でもうめちゃめちゃ辛い期間だった。あの期間は楽しかったけどね、その分思い出したらもう結構頑張ってたなって感じ。期間も長いしね、もう半年ぐらいずっとレッスンやってたから、しかも広島住みからしたら毎回その週末に東京に通わないといけないのも負担が多かったから、本当に強いやりたいっていう意志がないと。だからドラフトで入った子って結構頑張れると思うんですよ。ドラフト期間でもう一回経験してるから。でも普通のオーディションに入った子って、あ、こんなに中に入ったらしんどいんだってなっちゃうから、
まあ、それを経験できるのはドラフトのいいところだと思うけど、あんまりなんかノリで受けてみようとかいう感じだったらドラフトだったらもう絶対いいややめようってなるから、アイドル本気で考えてる子がやるべきだと思う、ドラフトはって思う。ちょっとメール送らせてくださいね。メール送らせてね。 OK 送った。そうね、ドラフトは確かに、っていうかもうドラフト、まあそうだよね、最初のなんて言うんだろう、オーディションの時は二次審査まではショールームは名前は公開されないんだけど、まあショールームやる時点で顔が公開されるから、まあ、あのショールーム審査は実際にはあの今やられてきた、ショールーム審査は実際にはなんていうの、なんか名前は公開されないけど顔は公開されるわけじゃんか。でなんていうんだろうな、こう合否には関係はないって言うじゃん。それは本当なんですよ、合否には関係ないんですよ。だってショールームやってない子も受かるし、ショールームめちゃめちゃやっててもダメな子もいるし、ただショールーム審査をやる挑戦することによって何がいいかっていうと、みんなよりスタートが早く切れる、あのショールーム審査をやってない人より。やっぱりショールーム審査やってるとファンの人も思い入れがあるじゃないですか、この69番の子絶対受からせてあげたいみたいな、69番の子受かれ受かれみたいな。で受かってからも、あ69番の時から応援してた自分の推しメンが受かった、これからも応援しようみたいな、最初からファンがついてる状態であのグループに入ることができるから、ショールームオーディションを受けるか受けないかはまあその分リスクが大きいじゃないですか。落ちた時も顔が分かるし、みんなに周りに隠しててもあのオーディションを受けてることがバレちゃうし、そういうのリスクがあるけれども、やっぱりメリットはすっごく大きいんですよね。もうメンバーになる前からファンの人がついてくれてるっていう、しかも熱いファンの方の方がね多分多い、69番の時からずっと応援してきて、やっとこの子の夢を叶えることができたみたいな感じの思いでいると思うから、ファンの人も、まあそこは難しいけどね。だから私は絶対ショールーム審査やろうって思ってて、もうバレてもいいやって思ってたし、落ちてもいいやって思ってたから三次審査まで行けたっていうのが分かるしいいやと思ってやってたけど、やっぱりやっててよかったなって思いますね。その時からずっと応援してくださってる方が今でもいらっしゃるから。何か会員にならないとメールもらえないの？メールはですね、モバイルメール会員になっていただくと、そしてユラのね、モバイルメール会員になっていただくとユラからのメールが届きます。そして単独コンが午前中で夕方からドラフト会議だったんですよね。ハートありがとう。やっぱりファンの人もその候補生時代から応援してるっていうのが、なんて言うんだろう、ちょっとなんて言うんだろうな、みんなより早く知ってるみたいなのもあると思うしね。まあ多分私はもう大学生だったから、なんかアイドルになりたいって言ってたし、周りのみんなもなんか全然投票するみたいな、頑張れみたいな、ゆらアイドルなってねみたいな感じの子たちばっかりだったからいいんだけど、メールの会員登録の仕方いいよ。まず最初にですね、ネットでですね STU48 のウェブサイト、オフィシャルウェブサイトに飛んでいただきます。 STU48 って出てきたら、一番上にあるのがこういうページだと思うんですけど、このオフィシャルサイトに飛んでいただいて、そこをこうやってスクロールしていただくと、ここに STU メンバーからメールが届く公式アプリ STU48 メール登録っていうのがあるんですけど、
あ、アプリじゃなくてこっちでいいか。こっちの STU48 メールっていうところがあるんですけど、この STU48 メール、 STU メンバーがからメールが届くっていう下のやつでいいです。こっちをクリックします。で、ここをクリックしていただくと、ST メンバーからメールが届く ST48 メールっていうのが出てきて、ここにちょっと見えにくいんですけど、会員登録、STU メールへの登録っていうところがあります。ここをクリックしていただきます。で、ここにいろいろと会員登録の流れが書いてあります。まず最初にですね、EMTGID っていうものを取得してもらわないといけないんですよ。これは STU メールは月額金制のサービスです。STU モバイルに登録しなくても STU メールの登録だけでご利用いただけますっていうやつなんですけど、まあ、とりあえずこれを取得してもらわないといけないんですよ。次に決済方法を選択します。月々324円、月々324円かかるんですけど、それの決済方法を選んでいただいて、メンバーを選ぶのところでユラを選んでいただいて、お客様の情報を登録していただくと、できます。会員登録はこちらっていうところから飛べるので、ここから登録していただけるとできます。無料ではないんです。324円かかっちゃうんですよ。まずでもどんなメールが届くのかなって思うじゃないですか。そういった時はですね、無料で1通メールを取ることができるんですよ。そのメールを1通取っていただいてから決めたらいいと思います。この STU48 メールのサイトあるじゃないですか。このカラーの STU48 メールのところからどんなメールが届くのっていうのがあるんですけど、無料メールを受け取ることができるんです。このどんなメールを届くのっていうところをクリックしていただいて、体験メールを受信するっていうところを押していただくと、ここからメンバーを選択することができるので、ユラあかり、一番最後ですね、ドラフト生の一番最後、ユラあかりで、ここに自分のメールアドレスを打ってもらったら、あとニックネームを打ってもらったら、ユラからの無料メールが1通届きます。そのメールを見て、あ、ユラのメール取ろうかなって思ったら、取っていただけると嬉しいです。メールもいいけど、ユラから手渡しでお手紙もらいたいです。で、感謝状をみんなに渡したいんよ、あかりは。感謝枠を開放させて。抜かりないからね、ユラは。ぜひ、それでいいなって思ったら、さっきのやり方で登録してみていただけると嬉しいです。1日結構送るときは送るし、握手会のときとかは10通前後とか送ってるかな。何にもないときはね、4通とかのときもあるんだけど、まあ、でも結構、ユラのメールは結構多い方だと思います、他のメンバーさんに比べて。でも一番多いのはね、サッキーさんだったかな、確か。あとは、千穂さんとか、藪下風さんも多いですね、イメージ。ゆめりんさんも5通来ますね。メンバーブログも STU モバイルっていうのに登録してもらったら見ることができます。ありがとう、教えてくれた。商売につなげたユラでやってる。そういう悪い言い方しないでください。めっちゃぼやけた写真が届いた。え、待って、ユラの無料メールどんなんだったっけ。めっちゃ昔に作ったっけさ、これ1年前ぐらいに作ったっけ。ユラも覚えてないの。ちょっと自分で自分のちょっと無料メール取ってみるわ。みんなもちょっと久しぶりに無料メール取ってみようよ。ユラどんな無料メールにしとったっけ。夜から雪降るかも。マジ？めっちゃ嬉しい。雪降ってほしい。あ、来た。はじめまして。あ、うわ、私こんなの送ってんの。一番最初の写真意味わかんないんだけど、なんだこれ。ふうくん、だるまありがとう。雪だ、いいな、雪に埋もれたい。え、待って、私これ本当にサンプルメール変えたいんだけど。まず、
私の体験メールをポチッとしてくれてありがとう。え、ちょっと変えたいマジで。え、ちょっと変えたい。すごい変な写真やってんだけど。意味わかんない。何これ、マジで写真のチョイスが。これじゃあ無料メール取ってもこれ登録したいって思わないわ。なんじゃこりゃ。これは無料メール取りたいって思わないわ。作り直したいんだけど。なんか、え、ブサイクすごい。やだ、変えたい。まあいいや、もうちょっと久しぶりに自分の無料メール取ってみたら、もう絶対こんな無料メール届いて私取りたくないわみたいな無料メール届いてしまったんだけど。すごいありがとう、ほんまよね。でもちゃんとさっき送った、あ、ちなみにさっき送ったメールは、さっき送ったメールの写真は魔法パッドしか見せれないんだけど、こういう写真がね届いたりします。もうちゃんとした自撮りが届きますので、もう今すぐにでも無料メールのあれを変えたいんだけど、まあ、こんな感じのちゃんとした自撮りが届くので、よかったら無料メールだけではなくて普通のメールも撮っていただけると嬉しいです。おっきっぽの無料メールめっちゃ撮ってるよ。え、どんなの送ってるんだろう。おきちゃん、キヨニありがとう。変えたい、運営さんに言ってみようかな。無料メールちょっと久しぶりに変えたいんですけどね。まあ A はそれは置いといて、ギャップを狙おう。ということで違う、私は今この時間は ST のドラフト生の紹介をするんよ。もう雑談だけでめちゃめちゃ時間が過ぎてしまった。雑談だけでめっちゃ20分ぐらい時間過ぎちゃった。これじゃ間に合わんぞ。やるぞ。はい、今日のメンバー紹介はドラフト生のメンバー紹介です。はい、無料メールは無料で1通だけ、このメンバーはこういうメールが届きますよみたいなメールを受信することができるんですよ。 ST の公式サイトからできます。大阪の紅白確保しました、やったー。ドラフト戦はまず最初、おきちゃん、おきっぽ、おきちゃんからです。公式プロフィールは沖優香、生年月日は1999年12月1日。この間でしたね、このイベント期間中でしたね、沖ちゃんの誕生日。めっちゃタワー立ってたよね、沖ちゃんの誕生日見てた。で、出身地は岡山県で、ニックネームは沖ちゃん、あと沖っぽとか沖氏とかも言われてるよね。ね、血液型は A 型で、好きな食べ物はチョコと生クリーム。瀬戸内でおすすめなものはママカリで、特技が糸の子、今後調査予定って書いてありますね。趣味が文章を作ること、愛犬と遊ぶこと、一言地元岡山県、そして瀬戸内地方を盛り上げていけるように頑張ります。おきちゃんの紹介はですね、めっちゃいろいろあるんですけど、まずおきちゃんはですね STU48 の一期生オーディションをね受けてたんですよ。お肉ちゃんっていうあだ名で。斉藤さんハートありがとう。その時からファンの方がすごくいたんですけど、1期生オーディションで最終オーディションで残念だったんですけど、ドラフトオーディションがその半年後に開催されて、あ、豆腐ちゃんだった、お肉ちゃんじゃなかったそれドラフトの時は豆腐ちゃんだ、豆腐ちゃんで、ドラフトオーディションが開催されて、ドラフトオーディションでさらに、もう一回 STU として受け直して、なんと2位で、ドラフト2位でSTU に指名されて、 STU のメンバーになりました。
その分なんていうの、豆腐ちゃんの頃から応援してくださってるファンの方もいるし、その分おきちゃんのファンの方、すごく熱いファンの方がね多いなって思います。でおきちゃんのことについては喋りたいことがたくさんあるんですけど、とにかくですねちょっと変わった子なんですね。見た目は顔がめっちゃちっちゃいし、なんか唇がポテッとしてて、ちょっと色っぽい感じの雰囲気があって、なんて言うんだろう、醸し出す色気があるんですよね、おきちゃんは。そうあるんですけど、まあ、なかなか変わった子でして、おきちゃんはショールームとか見ていただいたら結構わかると思うんですけど、ちょっとね話がねぶっ飛んでるんですよね。しかもなんか結構変なことをねショールームの配信でしたりしてね、ファンの皆さんがちょっと興奮するようなこととかね配信でしたりしてるんですけど、確かにおきちゃんは雰囲気がとっても色っぽいメンバーだなっていう風に思いますね。でおきちゃんは落ち着いてる、喋り方とかは結構落ち着いてて、誰よりもね優しいメンバーだなって思いますね。人の話をすごく聞くのが上手だし、聞き上手でもありながら話し上手でもあるメンバーで、おきちゃんは結構 MC とかも上手だし、ショールームとか話すことも面白いから、みんな結構見てると思うんだけど、ショールームとかも人気で、おきちゃんはね私意外とね話すのも得意だけどね、聞くのがすごく上手なメンバーだなって思ってて、私はなんか相談とかあった時におきちゃんに相談したりするし、あとね何かしょうもなく面白いことがあったら、ドラフト生のこととかで面白いことがあったらすぐおきちゃんに言うんですよ。そしたらなんか 100% 面白い答えで返ってくるから楽しくなっちゃって、私もどんどん自分の話しちゃうしみたいな。でもおきちゃんはなかなか自分の話を人にはしないんですよね。だから多分話し上手もあるけど、聞き上手の方がすごいおきちゃんはねあると思う。うん、みんななんて言うんだろう、みんなに対して優しいから、おきちゃんはアイポンにたまにちょっと厳しい時はあるけど、あるけどすごく優しいから話しやすいし、おっとりしてるし、うんって思います。でドラフトの時から赤チームで、同じ赤チームでずっと一緒にやってきたんですけど、最初はなんて言うんだろう、同じ赤チームの友達って感じだったけど、 SDU 志望のもうどんどんなんていうの、 STU 志望だし赤チームだし、おきちゃん面白いし優しいし、どん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 仲良くなってって、 STU になってからも一番なんていうんだろうな、一番話し合える友達、ドラフト生の中でかなっていう風に、おきちゃんは私の中でね勝手に思ってます。でおきちゃんは私と一緒に入ったんですけども、セカンドシングルの選抜に選ばれてて、もうねとにかく一生懸命ね頑張ってるなっていうところ、私は近くでいっぱい見てきてるので、ダンスとかも未経験だったけど、いっぱい選抜メンバーに混ざってこう覚えたりしてて、ダンスも一生懸命頑張ってたし、なんか近くで頑張ってるところを見てるから、なんか本当にすごいなって思うし、おきちゃんのことすごく尊敬してるし、私ももっとこうやってね同期が活動してるの、活躍してるのを見て、私ももっと頑張らないといけないなって思わせてもらってます。本当にね、おきちゃんはね優しさの塊だと思う。だから結構いろんな他のドラフト生とも仲が良くって、AKB のドラフト生とか NMB のドラフト生とかとも仲が良くって、交流がいっぱいあるメンバーだから、なんて言うんだろうな、人との関わりとかもねすごく上手なんだと思う。優しいのもあるし面白いのもあるから、こうなんていうの、おきちゃんはねあんまりウェイって感じではないんだけど、静かに面白いよね。私のすごく好きなタイプなんだけど、じゃあ結構みんなもなんていうんだろう、話しやすいし仲良くなりやすいから、ドラフト生からもすごく支持率が高いメンバーですね。あとは選抜メンバーのね、選抜メンバーに入ってからなんか本当に変わったなって思うのは、結構本当になんていうんだろう、一生懸命もともとやってたけど、なんていうんだろう、なんか選抜に入ってからやっぱおきちゃんはめっちゃ一気にグインってなんかなんていうの、めっちゃ上から目線になるけど、なんかダンスとかもめっちゃ上手になったし、覚えるのとかも早くなったし、めっちゃグインってなんか成長してて本当にすごいなって思うメンバーです。あとはもうなんていうの、
プラチナフラッシュとかでもグラビアをやってたりとか、すごくもうねルックスのレベルが高いですね。オキちゃんは本当に可愛い、顔がちっちゃくって他の人とは違う独特な雰囲気があるから、ちょっと一度ハマるとねハマり続けちゃう、何か抜け出せなくなっちゃうオキポスパイラルがあると思います。あとオキちゃんは文章を書くのがすっごく上手で、オキちゃんのメールを取ってくださっている方は結構ねオキちゃんが書いた小説とかがねメールで届いたりします、するそうですね。STA のブログを見れる方は見ていただきたいんですけど、オキちゃんのブログには結構オキちゃんの小説とかがバーって書いてあって、しかもすごいレベル高いんですよ。普通に面白いなって思って私も最後までちゃんと読んだんですけど、文章が書くのが好きなメンバーなので、そういうのもね皆さんぜひメールとかを取っていただいたら楽しめるんじゃないかなって思います。そうね、オキちゃんはね賢い、賢いと思う。地頭というか、なんかほのたんさんの時にも言ったんだけど、ちょっと地頭がいいんだと思う。返しが早くて面白いから、どんな状況でも的確な答えができるし、そういうところがねオキちゃんのすごいところだなって思います。はい、以上です。続いて、そうね文才がすごいあると思う。すっごい上手なんだよね小説が。普通に小説として読めるからね、おきちゃんのブログすごいなって思った。私こんなにすごいと思ってなくって、趣味程度なのかなって思ったら全然趣味のレベルじゃなかった。めっちゃすごかった。いつかおきちゃんの小説本当に全部読んでみたいなって思うくらい、みんなにも一度読んでもらいたいですね。はい、次はシナのソラハちゃん。ソラ、ソラは、公式プロフィール、シナのソラハ、生年月日2003年8月9日生まれの、出身地は兵庫県、ニックネームはソラハで、血液型は A 型、好きな食べ物は梅のお菓子で、瀬戸内のおすすめのものは姫路城、特技は剣道で趣味は寝ること、一言は輝ける存在になれるように一生懸命頑張りますって書いてありますね。でソラハは同じドラフト生なんですけど、すごく年齢が若くってまだ中学校3年生なんですよ、2003年前で。私ソラはこんなに努力家で真面目な中学生いるのかっていうぐらいすごく真面目で努力家な子で、本当に全然年はソラハの方が若いけど、私なんかより全然しっかりしてるし、本当に尊敬しててソラのことは。すごい勉強熱心な子だと思う。だからなんかもう成長も早いし、いろんな意味でダンスとかも未経験だったのにめっちゃうまい、今うまいなって全見てて思うぐらいダンスも。だから絶対に練習してくるし、ダンスとかも次のレッスンまでに立ち位置とか振りとかも絶対に覚えてくるし、すごく真面目で、ショールームも中学生メンバーだけどもうちゃんと毎日アイドルやってて、私とまいちゃんとソラハが同じ時からずっと毎日アイドルなんで、もう265日目になるんですけど、中学生で毎日アイドルって結構大変だと思うんですよ。絶対に朝起きないといけないから、学校行く前に。なんか大変だと思うんだけど、その後レッスン終わってからできない時とかもあるからね、絶対朝やんないといけないけど、ちゃんと続いてるし、なんて言うんだろう、コツコツと本当に真面目で、絶対いつかこんなに真面目にコツコツと頑張ってたら絶対にいつか前に出れると思うっていうぐらい頑張り屋さんのメンバーです。でなんか最初の頃は2人で話したりとかあんまなかったんだけど、最近とか普通に2人でご飯行ったりとか2人で喋る時間が増えるとすっごい考えてて、中学生なのに、いや本当にすごいって思う。中学生でここまで真面目に考えてファンの方のことを思ってできるって本当にすごいことだなって思う。中学生だからっていうか、まあ、人間としてすごいなって思う。すごく真面目なメンバーで、あと細くって顔もちっちゃくってどんどん可愛くなってる気がする。ドラフト生の時から 今までずっと可愛くなり続けてる気がする。ソラハはもっと可愛い妹って感じです。
超真面目なメンバーだね。尊敬できるメンバーです。次、そうサッシーさんがね、そうすごく空のことを気に入ってましたね。マイキュークエスチョン、クエスチョンです。中村舞、生年月日は1999年4月4日。私と全然変わんない、1ヶ月も変わんないの。学年は一つ違うけど誕生日1ヶ月も変わんない。出身地は愛媛県で、ニックネームがマイキュー。血液型は O 型で、好きな食べ物はたらこ、たらこ。瀬戸内でおすすめなものは坊ちゃん団子で、特技は柔軟と巻き舌。趣味はクラシックバレエで、かっこボストンマックに入りコロコロ動ける。そして一言が、どんな時も全力で皆さんにタコを届けますっていう。マイキューはですね、あのめちゃめちゃもう全てにおいてレベルが高いなって思います。まず顔が可愛い、スタイルがいい、身長が高い、ダンスも綺麗で、独特な雰囲気をね、まえちゃんもまえちゃんで持ってるんですよね。おきちゃんとはちょっと違うんだけど、なんかスラッとしてて髪も長くって、毛先までこうバレエをやってるからすごい綺麗だから、こう公園とかでパッて見てるとすごく、なんて言うんだろう、バレエのダンスがすごくしなやかで綺麗だなって思って目を引くメンバーで、まえちゃんもすっごい頑張り屋さんですね。近くで見てたからすごくわかるけど、めちゃめちゃ頑張り屋さんで、最初の頃とかドラフト生だけでレッスンしてる時に1日に5曲とか振り入れしてたんですよ。あのフライングゲットとかヘビーローテーションとか、そういうなんていう の, あのすごく有名な曲をやってたんですけど、最初の頃ってやっぱりみんな振り覚えとか今に比べて全然遅いから結構時間かかっちゃったんですよ、覚えるのとかに。でも夜中までまえちゃんは練習して、次の日も朝からレッスン自主で行ってみたいな感じで、誰よりもねドラフト生の中でも努力してるメンバーだなって思って、あのやっぱり頑張り屋さんだなっていうのをすごく一番近くで見てきて思ってて、あとはまえちゃんはあの思ったよりも、みんなが思ってるよりも、あのみんな思ってるか思ってるよりもっていうか、みんな思ってると思うけど変人なんですよ。っていうか、なんか考え方が独創的、なんていうんだろう、ショールームの企画とかもすごい独創的。例えば人形に、自分の好きな人形に歯を縫い付けたりとか、なんか絵も独特だし、あと最近のショールームで衝撃だったのが、なんか天井の気持ち配信って言って、こうなんかの上にこうやって携帯を置いて天井からこう自分を映して配信するっていう、なんかそういうね独特な感性のね持ち主だなって思います。でもまいちゃんは本当に優しくって、私が体調悪い時とか風邪ひいた時とかはお粥作ってくれるし、私がなんか辛いこととかあって泣いてる時とかは一緒に話聞いてくれるし、すごくすごく優しいメンバーだなって思う。でもその分まいちゃんは、まいちゃんもまいちゃんですごくいろんなことと葛藤してるのを私は見てきたから、みんなの前ではこう元気にしてても、こう夜とか一人でいろいろ考えてるところ姿とかも見てきてるから、なんかすごく頑張ってるなっていうのを一番近くで感じてきたメンバーだなって思います。あとはショールーム選抜の時とかもね、あのずっとショールームの配信してたりとか、ショールームをね、ドラフト生の時からショールーム配信すっごく頑張ってたんですよ。1日に3時間ずっと配信してて、毎日毎日だから STU 入る前からそのショールームのファンの方もいっぱいいて、ドラフトの時では1位指名を STU と NGT さんからもらって、無事ナナさんが引き当ててくれたおかげで STU に来てくれたメンバーです。そうね、ショールーム選抜からもう半年以上経つんじゃけどね、まあ、ショールーム選抜ではね、おきちゃんといろんなドラマがあったりとかで、それでマイキューのね知名度とかも結構上がったと思うんですよね。まあそのくらい優しくって、人のことをすごく考えれる、思いやりのあるメンバーだなって思います。ただちょっと変人っていうそう、最初なんか
STU 志望っていうより NGT 志望なのかなって思ったから、私とおきちゃんとアイポンとか STU 志望でこう普通に話したりしてたんだけど、まいちゃんって結構人見知りなところがあるから、最初私たちも誰も話しかけてなくって、でも STU メンバーみんなで集まってショールーム配信しようみたいな時にまいちゃんが来てくれてっていうか誘ったら一緒にやってくれて、その時から喋るようになったのかな。そう、 NGT と STU どちらも志望してて、そうまいちゃんは、そうでも結果 STU に来てくれて本当に良かったです。はい、次出ました iPhone。ヨラちゃんって言ってたね、確かに。タケポンありがとうだろ。アイポン出ました。溝口愛子、2001年8月20日生まれ。2001年生まれなんだよアイポン。出身地岡山県、ニックネームアイポン、血液型 A 型、好きな食べ物しめ鯖マスカット、瀬戸内でおすすめのもの、ひび団子、特技けん玉、趣味ダンスを踊ること。一言、溝口愛子という一人の人間をたくさんの方に知っていただきたいです。穏やかな気候の瀬戸内で待っています。もうなんか iPhone はね、もう好きすぎて何をしててもなんか笑ってしまう。もう何をしてても笑ってしまう。もう面白い。もう iPhone はね、めちゃめちゃ面白いんですよ。天然ですね、一言で言うと。天然なメンバーです。めっちゃね、面白い。 iPhone は面白い。もうなんか優しいし天然でふわふわしてるイメージがあるんだけど、結構言うことはズバッと言うし、なんかめちゃめちゃそれがね全部面白いんですよね、アイポンの言う。あとアイポンは結構自分の自虐ネタを言うんだけど、それがまた面白くって、アイポンのショールーム見たらねずっと笑ってられるからね、私結構アイポンのショールーム見に行くんですよ。みんなもまだね、アイポンのショールーム見たことないなって方はね、ぜひね見に行ってほしいんですね。そう、ムードメーカーっていうか、まあ、天然だから癒されるよね、アイポンがいると。なっとるじゃがん、なっとるじゃがんってよく言って、ヨラちゃんそれ美味しそうじゃがん、どこで買ったの、食べたいがみたいな、もうずっとガンガン言ってる。ほんと面白くって優しくって可愛いメンバーですね。でも見た目はめっちゃ大人っぽくって、髪の毛長くってスタイルめっちゃ抜群で、身長も高くって、だから私の方が年下に見られちゃったりすることが多いんですけど、アイポンはまだまだ若い、17歳です。そう、17歳っていうことをアピールしてるから、アイポン若く見、なんか結構大人に見られることが多いから、うち本当は17歳じゃがっていうのをよく言ってますね。癒し系ですね、本当に。いや、めっちゃ喋る。まずこの笑顔が最高じゃろ。このプロフィール画像の笑顔見てみ、めっちゃいい笑顔。アイポンはなんかもう本当に素直な女の子ですね。そのまま子供の時から素直なまま育ってきたんだろうなっていう感じですね。面白い、アイポン本当面白い。アイポンはスタイルがいいし、ダンスがめっちゃ上手ですね。あと振り覚えがめっちゃ早いから、アイポンが振り覚えしたらアイポンと一緒に振り覚えしたら、私より全然アイポンの方が早く振り覚えしてますね。だから結構頼りにしてて、振りとか教えてもらったりしてる。私振り覚えめっちゃ遅いんですよ。だからアイポン早いから教えてもらったりしてる。出た、アイポンのプロフィール画像の余白ネタ、懐かしいね。そう、なんかこうこのプロフィール写真がこうバーって STU48 の今年のプロフィール写真がこう一覧で出た時に、 iPhone の写真だけ謎になんか余白が広くって、 iPhone の画像だけなんかここの部分がめちゃめちゃ広くって、一人だけなんかちっちゃく写ってるみたいなのが最初初期の頃にあって、まあそういった感じでなんかいろんな偶然をなんか呼び寄せるなんか天才というか、アイポンが天然なのもあるけど、アイポンの身に起こることがまず面白いっていう感じですね。はい、あとめっちゃ頑張り屋さんね、アイポンも。まあ頑張ってない人いないからみんな頑張り屋さんになるんだけど、こうなんて言うんだろう、ショールーム配信とかもダンス配信やったり、特技のけん玉やったりとか面白いし、そうアイポンは頑張り屋さんで
こうだってまだ高校生なのに一人で岡山から出てきて大変だと思うけど頑張ってるメンバーだなって思います。そう思ってる子なんですよ、 iPhone は。優しいし面白いからぜひね、あのショールーム見に行ってみてください。皆さんも。あとは iPhone はね、キャッチフレーズの情報量の多さがすごいんですよ。はい、晴れの国岡山から来たけん玉少女、あ、違うわ、一番最初がじゃんけんぽんあいこでしょ。はい、晴れの国岡山県から来ました、こうけん玉少女、何回ね、じゃんけんぽんあいこでしょ、何回ね、あいこじゃんけんぽんあいこでしょ、はい、晴れの国岡山からやってきましたけん玉少女、高校2年生岡山県出身、何回ね、じゃんけんぽんあいこでしょ、はい、晴れの国岡山からやってきましたけん玉少女、高校2年生岡山県出身、 iPhone こと溝、あ、ドラフト3期生が入るんだここに。めっちゃね、あれ iPhone のね自己紹介長いの。じゃんけんぽんあいこでしょ、はい、晴れの国岡山県からやってきたけん玉少女、高校2年生岡山県出身、ドラフト3期研究生の iPhone こと溝口愛子ですっていうのがキャッチフレーズなんだけど、長いキャッチフレーズが、あの情報量の多さが半端ないですね。誰よりも一気にいろんなことをみんなに覚えてもらおうとする、ほんまに欲張りなメンバーですよ、本当に情報量の多さよほんま。じゃんけんぽんあいこでしょ、はい、晴れの国岡山県からやってきましたけん玉少女、岡山県出身、高校2年生17歳のドラフト3期研究生、 iPhone こと溝口愛子ですって。晴れの国岡山からやってきたって言ってるのに、その後にまた岡山県出身って言ってるからね。岡山めちゃめちゃアピールしてるから iPhone。 あとは iPhone といえばガン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 言うイメージですね。もう語尾は基本常にガン、情報量が多すぎて最初の方忘れてしまうんですよね私も。っていう面白いメンバーですね。 iPhone が面白いのもあるけど、 iPhone の身に起こることが面白いっていうのもあるよね。だから持ってるメンバーだなってある意味思います。みんなから愛されキャラの iPhone ですね。はい、これでドラフト生の紹介は終わりました。ということで16分になりましたので、33分から次はね、3時33分からに向けてちょっと休憩時間を取りたいと思います。ランキング読みます。はい、13位ライアンさん、ありがとうございます。12位はユッピー、ありがとう。そして11位がサガさん、ありがとうございます。そして10位が田中ジョンさん、ありがとうございます。そして9位がヒョウアットメリーポピンズ全員さん、ありがとうございます。そして8位がソーリアットモエランド&ユララ&ミチ&山本と&オイチーズさん、ありがとうございます。そして7位がタニュリップスさん、ありがとうございます。あ、そうだね、34分間だね月。6位がリンジ&ユラキュン、ありがとうございます。そして5位がひらめぎしゅんさん、ありがとうございます。そして4位が斉藤さん、ありがとうございます。そして3位がしんちさん、ありがとうございます。そして2位が褒めとれさん、ありがとうございます。そして1位がダラダラダンダンふうくん、ありがとうございました。そう、ニックネームがキラリンですっていう感じで、あのドラフト生だけじゃなくて STU メンバー全員の紹介をこの期間でやってきたんですけど、まだ STU のことを知らないよっていう方にも、あの STU のメンバーのいいところをもっともっと知ってもらいたいし、メンバーの可愛いところをね、一番メンバーとか一番見てるので、みんなの可愛いところももっともっとみんなに伝えていきたいなって思って今回やらせてもらったんですけど、結構みんなが STU メンバーにねついて興味持ってくださったりとか、面白いって言ってくださったので良かったです。このメンバー紹介やってって出してくれた方、斉藤さんだったかな、ありがとうございました。楽しかったです、すごく。またみんなのね、いいところとか可愛いところとか、私人間観察とか可愛い子見るの大好きなので、いっぱい見つけ次第みんなにどんどん報告していきたいと思います。斉藤さんじゃなかったです、すいません。はい。タジョリップスさんがありがとう。
いい案をありがとう。楽しかったです。またそうね、またみんなとのエピソードトークとか、みんなの可愛いところとか面白いところを見かけたらね、どんどん配信とかメールで言っていきたいと思います。みんなもっともっと ST メンバーのこと好きになってくださいね。それでは一旦終わりたいと思います。次の配信は切りよく35分からにしようかな。最初ゆめ子しか知らなかったけど、いろいろ知れた。おそれはよかった。他のメンバーにもね、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。いや、ゆらにも興味持ってくれると悲しいけどね。悲しいけど、次は15時35分から切りがよく、予約入れておきましたので15時35分からやりたいと思います。それではまたね、バイバーイ。星投げカウントありがとうございました。バイバーイ。